小林薫は日本の言語学者、君党は君三党、学位は文学博士、広島大学名誉教授、文化功労者、東洋大学文学部助教授、広島大学文学部教授、徳島文理大学文学部教授などを歴任した、山梨県出身の国語学者である、各筆の文献による国語学の研究を行ったことで知られている。 東京文理科大学を卒業後、東洋大学、広島大学、徳島文理大学にて教鞭を取った。1991年に日本学士院賞と恩師賞を同時受賞し、2019年には文化功労者として検証された。山梨県生まれ、東京文理科大学文理学部文学科国語学国、文学専攻卒業。 1957年東洋大学文学部、専人講師、1959年助教授、1965年、広島大学文学部助教授、1967年、東京大学国語国文学会賞受賞、1970年、平安鎌倉時代における、関石訓読の国語指摘研究で、東京教育大学文学博士、1972年、 広島大学文学部教授、1987年新村で、小受賞、1988年、核筆文献の国語学的研究で、角川玄義賞受賞、1990年、中国文化賞、1991年学士院賞、恩師賞受賞、1992年定年大官、名誉教授、徳島文理大学教授、 2000年く三等旭日、中受賞受賞、2002年徳島分離大退職、2019年文化功労者、女、術の方法2011未完初期く独語体系2012、中期く独語体系2012、後期く独語体系2013。ありがとうございます。